いえ、なんでやねん。暗黒が多くないか。嘘だろ。今日そんな暗黒強い。マッチング操作入ったか。安定の。うわ、しかもいきなりオーラ光れとる。しかし、こちらもフェリプテはいますが。あ、キットカット。トリプル A さん、こんばんは。目標はないんですか。え、特に目標は定めてないですね。とりあえず、周回してるっていう感じなんで。いや、2連続暗黒、さすがに草。さあ、いきなりお月様から力をお借りしまして。さすがに今度はしばかれるか。クラリナイス。まあ、無難に打ってって、どうしようかな。無難に打ってって、なんだと？おい、エア飛んできたんだが、まさかのそういう感じ？コンボなんだっけ？ 1.9 か、マックス。ヤマタノオロチと一緒じゃん。いや、押してくか、これ押せるかな。まさかのアタッカー搭載系でしたか。まあ、さすがにシェンメイはいると思うんで。さあ、竜林。おっと、これは織姫チャンス。織姫来た。おい、これなんだよな。さすがに角いきますよね。さあさあさあ、あとはパチパチ来たよ。いや、とはいえ相手バンパンはあるからな。そこは怖いっすね。そっち来るか。いや、これワンチャンさ、アタッカー引ければ F の2っていう手ありなんですよね。あ、ピリカが。ちょっと待って。 1.728 の 1.728 の、でもちょっとこれやりてえかな。かけによらず強いじゃねえか。これ織姫言っても 1.2 倍ですからね。うわ、ちょっとやりすぎたかな。さあ、プルプル震えてゆく。ブラダマンテか。まあ、いけるか。あ、いけますね。OK。よいしょー。対戦、あざした。よしよしよし。さあ、お次は。おっと、さあ、戦撃多いな。ここに来て。さあ、初手から織姫いるよ、これ。先手番なんで、これは A の位置に置く感じかな、通常進行で。しかし、その場合は相手リュミエットとか B の2に置かれると結構食らっちゃうんで、スキルコンボスキルで。そこが問題なんよな。まあ、のんびりいきますか。こっからちょっとトップゲーっすね、しばらくは。お、しっかりと水蓮置いていく。まあ、なんなら相手がここで X 打ってくるっていうパターンもあるしな。まあ、B の3もありますけど、相手 X 1はすぐにね、囲って辺置きの角いけるんで。で、B の3の場合はもうちょっと後に角に置くことになるんで。お、来たよ。さあ、アルメンダリス、アルメンダリス確かに強いが、アルメンは確かに強いが、フェリア来ちゃったー。ちょっとアタッカー切りすぎなんで、ここから大丈夫かな。いや、むしろこれフェリプティ捨てるか、これ。アタッカーちょっと残しておかないとまずい気がするんで、これちょっとフェリプティ捨てますわ。結構アタッカー切っちゃったんで、ブラと、クラリージェと、なんだっけ、初手何切ったっけ。ちょっとここはカドバフの方が絶対強いんで、まあ、トップゲーできまくるんだったらいいんですけど、まあまあまあ、こうなっちゃうんで。
さあ織姫置いていく。これで 1.4 倍。ミューズの上位互換。しかしフェリプティコンパスキルバフじゃねえからな。それがネックではあるが、どこ来んのかな。 A の4だったら A の3に守護者で冷たいですね。そこか。まあ無難ですね。結構食らってんな。あるわけないっす。まあこうっすかね。ワンチャン春秋 E の6とか考えましたけど、まあ、ちょっと C の4に出た場合あんまり強くないんで。リュミカそれは強いよ。まあでもバフがやばいんで、これ多分3枚返しフェリアでもう芝けんだよな。さあバフがしっかりと上がって 1.44 の 2.4 の 1.6 か。いやいや、これ飛ばせますわ皆さん。これ飛ばせんのやべえな。これ2万ぐらいいくんで。うぃー、織姫ナイス。なんかさ、今日アテナを使うっていう配信だったんですけど、もう織姫のあれになってんじゃん。さあ初手フェリキとイカチ、そろそろさ、ちょっとアテナ活躍させたいよ。切り抜きっすか。いや、なんとかして作るんで、それに関してはもう頑張ってやります。おっと、さこれもカードバフチャンスきた。なるほど。まあ一旦クラでいっか。しかしここで、うん、しっかりと金麦置かれていく。さあこれで自分と相手の状況ほぼ一緒になって、タルタルか、まあ、強いけど、いやータルタル強いけどな。まあここタルタルですかね。最悪タルタルコンボで押していけるんで。アタッカーいないですからね。さあ炭治郎来た。どっちかというとコンボ決まりやすいB の4にタルタル置きたかったんですけど、あの織姫このタイミングで来ちゃった。どうしようかな。うーん、織姫置くか。どうすかね。こっちコンボねえんだよな。なんかリンガットとかた、あの置かれそうっす。あーノートね、まあ強いっすね。さあまだ半分いかない。おっと、いや、守護は面白いよ。守護は面白い。これどっち行く？いや、2枚返ししたいか、こっちでいっか。相手にも2枚返しされますけど、自分も2枚返ししたいんで、C の5って相手 B の6に来た時に、クラリーチ1枚返しなんですよね。まあ、でも飛んじゃうかな。そもそも。あ、OK。まあ、耐えまして、まあ、こんなもん飛ぶよな。なんつったってこっちには織姫がいるんで。よいしょ。いや、織姫強すぎだろ。もうミューズいらねえわ。なるほど、エンデガ君いつも早いね、君は。エンデガどうしよっかな、捨てるか。で、相手初手現逸。タルタルか。なるほど。いや、ここでタルタルもったいないな。ちょっとシェム行くか。まあ、合戦はカットはできるんですけど、多分タルタルの方が大事になる気はするわ。ブラガマンテ抜く場合はリンガトとかにしよっかな。オッケー、金麦ナイス。で、相手が X に来るかどうか。さあ、やや事故りましたが、金麦置けたんで、帳消しになりまして。おいー、来たよ。皆さん来ました。織姫タイム始まりました。
完全にこの配信織姫配信になってんな。でタルタル持っておくことによって捕食、あの織姫置いてから捕食できるんで、だいぶ HP も回復できますしね。まあアベルはめんどくさいんじゃが、まあ、秋桜さんこんばんは、いつもありがとうございます。相手そっち取ってくるか。 OK、 なんなら極炎も来た。あ、極炎じゃない、極炎を突破できるピリカちゃんも来まして、なんだとまあそうなりますよね。 X 値多すぎんだよな今の環境。どうかな、キュッポー D の、あ、ゲイボッカー、いやゲイボッチとコモスキー強すぎんな、さすがに。当てに行こうかと思いましたがやめますわ。まあ、一回召喚してしまいますけど、春秋分巻きのコンボガチコリ決めて、次どうしようかな。タルタルコンボ2倍なんですけどね、捕食しちゃうんでエンデガーはでも捨てたか。あ、そして NECCI さんこんばんは、ライブ初見ありがとうございます、こんばんは。今日はなんと織姫と、アテナを両面採用したデッキやってます。さてこれなんですけど、いや強気にいっちゃうか、これちょっとなめぶしたかな。これ絶対ダブコンなんで、まあ飛ばないでしょ1万6000は、さすがにさすがに1万6000飛ばないな。これでダブコン決めて、ピポン来てもピリカちゃんいますし大丈夫そうですね。 OK、まあ、かなりダメージは食らいますが当然耐えまして、よしよしよし、おっとアテナ来ますが出番はねえんだよな。 OK、 さあもう物理で飛ばせそうになってんだけど、4万超えていく。おおおい、どうするこの引き、むずくなったんだが、デバフ入っとる、後手番か。まあ織姫いらないかな後手番なら。いやでも成り打ちあるんだよな、ちょっとタルタルいきますわ、だいぶもったいないですけど成りあるんで全然織姫チャンスある。なるほど、おっと珍しいやから来た。そしたらこうなると角ほぼほぼいけないからな、 A の6ぐらいですかねチャンスは。まあでもちょっと持ってるか、せっかく入れてるからな。まあ、次打ってコンボスキル狙ってもいいですし、なんか大丈夫そうなら織姫持っといて、まあ、アテナ置いて時間稼いで、あ、いや、まじ、神タンこれ。あ、神タンなんだ。HP 低くない？そんなに急がなくてもいいのに。OK、これ、じゃあここで織姫打ってコンボ決めましょうか。これでも結構出ますからね。神事昔ね、だいぶ使われてましたよね。1.8 か。いや、それはいかちいな。ピリカちゃんかな。いやー、ただこれよくよく考えたら変置きアテナ無理じゃない。ちょっと変置きアテナ決まんない可能性がだいぶ高えな。まあ、そのうち決まるんですけど、その前に HP 飛びそうっすね。あ、そこ行く、なんそれ。コンボスキルを優先していく。ここで絶妙にさ、半分いかないの嫌なんだけど。まあ、これでいっか。で、オーラ引いていく。これ半分切るかな？ワンチャンノート F の2とかで確実に半分いくようにした方が良かったかも。で、アテナ A の4とかに置いて、っていうイメージですね。OK、まあ、さすがに半分はいく。てか飛ばせんのかな、そもそも。
エンデガちゃんで。オッケー、トップフェリプティナイス。5倍かな。118、あ、いけますね。強すぎだろ、もう。アテナ出番なかったわ。結局これなんだよな。オッケー。おい、アテナどうした。